はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第832回をやっていきたいと思います。今回は物価指数の計算方法ということで、まあ、よりね、国の統計に近い実践的な計算方法というのを見ていきたいと思います。でそもそも復習なんですけど、物価指数っていうのは物価の変化を比率で表したもの、ね、割合とかパーセントみたいな形で表したものですということですよね。で比較時点と基準時点、去年を基準として今年はどうだったんだろうみたいな2つで見ると、10年前と比べて去年はどうだったのかとかね、そういった形でこう比較時点ですねと基準時点、3年前と比べて去年はどうだったんだろう、10年前と比べて今年はどうだったんだろうみたいな感じで基準時点と比較時点の2つで見ますよということですね。で実際はいろんな商品の、ね、全部を合わせて物価指数というふうにするわけですよね。ね、例えばテレビとか冷蔵庫とか洗濯機とか電子レンジとかクーラーとか、まあ、いろんなものを全部合わせて去年に比べて今年は物価が上がったとか下がったとかってやるわけですよね。でそうした時に、まあ、物価指数っていうのは基準時点の価格かける基準時点の数量、まあ、例えば去年なら去年ですね、去年と今年を比べると、今年は去年に比べてどうだったのかっていった時に、まあ、基準が去年で、ね、比較が今年だといった時は去年の価格かける去年の数量ですね。でこれが分母にきますよ、ね、でそれを例えばリンゴならリンゴで出して、ね、肉なら肉で出してっていうのを全部こう、ね、足し合わせたものが分母にきますということですね。で分子に来るのは今年ですね、去年と今年を比べたときに、比較時点の価格、つまり今年の価格かける、ここが大事ですね、去年の数量ですね。だからこことここはこう消えるみたいな形になります、ね。結局この基準時点の数量と基準時点の数量をかけてるわけですから、結局これ同じものをかけてるわけなので、ここを消してるわけですよね。だから基準時点の価格と比較時点の価格を比べたいわけですけど、数量は去年を、ね、両方とも分母も分子も、去年を基準にしましょうと、ね、いうことですね。だから今年いくら売れたかっていうことよりも、単純に価格の、ね、が上がったか下がったかっていうのを見たいので、ね、数量に関しては去年と同じ数量で考えますということですよね。でここがまあちょっと、ね、実際計算するときの注意ということになります。ね、価格は去年と今年です。しかし基準数量は去年、ね、もし今年は去年と全く同じ、ね、数量が売れたとしたならばっていうので考えるということになります。はい、ということで、まあ、具体的な例としては、まあ、去年を基準として今年はどうだったのかということですよね。でリンゴと肉で見たときに、まあ、例えばリンゴの価格、リンゴの数量、リンゴの金額ですね。で肉の価格、肉の数量、肉の金額です。ね、そしたら、まあ、例えば今年はリンゴは120円で60個売れて7200円でしたと、ね、肉は、ね、今年300円で数量が30円で金額は9000円でしたと、ね、でリンゴは、ね、今年は去年ですね、基準にする去年は100円で70個売れて7000円でしたと、で肉は去年は400円で20個売れて8000円でしたと、まあ、こういったのが、まあ、出るということですよね。まあ、1年間でもういろんなね、ありとあらゆる商品サービスで、まあ、こういったものが出ますよね。じゃあ実際物価っていうのはどういうふうにして計算するかっていえば、まずは、ね、分母に来るのは去年の価格かける去年の数量ですね。だから去年の価格かける去年の数量ですから 100×70 です、ね。で肉は去年の価格かける去年の数量ですから 400×20 ですね。でこれが分母に来ますと。で問題分子ですね。分子は今年、まずここに来るのは比較時点、つまり今回で言えば今年ですから、今年の価格は120円です。でここ注意ですね、かける去年の数量をかけるんですね。今年の60っていう数字をかけるんじゃなくて、去年の数量で考えます。なんでかって言ったら、さっきも言ったんですけど、こことここは、ね、同じものでこう、ね、消したいわけですよね。結局この価格と価格の、ね、価格が上がったか下がったかっていうのを見たいわけなので、ここの数量まで変わっちゃうと、ね、こう物価がどうなってるかっていうのが分かんないですよね。だからこことここは分、ね、消すことができるような形にして、ね、同じ数量売れた場合は、ね、どうだったのかっていうのを見るわけです。だからここは60じゃなくて70っていうね、去年の売れ、ね、数量を使います、ね。だから今年の価格かける去年の数量ですね。で肉も一緒です。今年の価格かける去年の数量、30じゃなくて20っていうのを使うわけです、ね。でそれに、かける100というのをすると、ね、まあ、100っていうのは、まあ、パーセント
にするためにね、客というのをかけますということです。はい、そうするとマートはね、もう単純な算数ですけど 100×70 で7000、 400×20 で8000ですね。で 120×70 で8400、 300×20 で6000ですね。でそしたら分母と分母を足せば15000で、分子と分子を足せば14400かける100ですね。そしたら、まあね、まずこの00と00が K と、でこれ1個消して1個消して、で144÷15ですよね。でこれを計算すると、まあ、96という数字が出てくるということですよね。で100を上回ってたら物価が上がった、100を下回ったら物価が下がったということですから、結局物価は今年 4% 下落したということが、言えるということですよね。一番ポイントは、まあ、結局ここの、数量っていうのは今年の数量じゃなくて去年の数量を使うというのが一番ポイントです。で物価なので価格の変化を調べたいので数量は同じにすると、ね、今年60個しか売れなかったんだけど70個で計算すると、今年30個しか売れなかったんだけど去年と同じ数量で計算するというところが一番ポイントですね。そこをしっかりとやれば、まあ、物価指数っていうのを出すということができるということです。あとは計算した時に100より数字が上がったならば物価が上がったと言えるし、100より数字が下がったならば物価が下がったということが言えるということになります。はい、今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。